はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。さあ、今日もね、懲りずにポケポケやっていこうかなと思います。まあ、まずはね、ちょっとパック開封やっていこうかなと思います。まあ、とりあえずな、リザードンか、ファイヤー EX、そこら辺が欲しいなっていうところなんですけど、サンダーも欲しいんだけどね。さあ、開封していきましょう。今日は4パックぐらい開封できるのかな。さあ一応ね、なんか今のところ曲がってるやつは全部なんか光ってたんで、レアリティはともかく一応こうサーチしていきましょう。もう本当なんかどうなんかわからんけど、とりあえず光ってるから。ただ毎回あるわけじゃないんだよねこれ。じゃない。あとちょっとわかりにくい。あとなんか裏返ってるやつか。やつとかも、でも実際そんなわかりやすいことするやろ。その曲がってんのはでも芸が細かいなと思うけどね。なさそうですね。じゃあ回すか。さあ、どれか。えい。さあ、リザードン来い。まあ、この時点でね、ちょっとこういう、ずらすと光ってるかどうか分かっちゃう。さあ、特に何もありません。まあ、新しいカードがあったんで、まあ、よしとしよう。ニオロズ。図鑑が埋まっていくのがいい。さあ、そして、開封していきます。曲がってるのを探しつつ、ないね。お、これか？これ曲がってるね。あれだけかな。これは曲がってない。これだけっぽいですね。さあ、それじゃあこいつに決めましょう。開封していきます。いや、何も光ってなかったんじゃないかな。一瞬見えたけど、あ、光ってるわ。ほんまに光ってるわ。さあ、行こう。やっぱこれは正しいのか？人影か。まあまあ、そう、そんなに光ってるだけでいいカードでは。あんまりイラスト違いとかには興味がないんで。で、ポケカのいいとこそれだよね。なんか、強いカードとかでもレアリティ低いバージョンがあったりして入手がしやすい。さあ、3パック目向いていきましょう。とりあえず探そう。まず探そう。これは曲がってる？なんかこの光り方がちょっとね、分かりにくい。めっちゃ分かりやすく曲がってるやつとかもあるけどね。あ、これ曲がってんじゃない？曲がってるわ、はい、角が折れてる。まあ、こんなもんか。さあ、行きましょう。こいつで行こう。お、これめっちゃ欲しかったんだ、エリカ。不思議花回復させるやつ。残念ながら光もんが来んかった。でもリザードよかった。
さあもう一パックいきましょう。まあ、キラーカード確定というよりも確率アップという感じなんでしょうか。まあ、高確率的な。おう、なんか裏返ってるやつ。特にどうこうないね。まあ見ていく。でも10パックまとめて開封するときとかってそれ見れんからな。まあ今回はなかったですね。裏返ってるやつだけ。さあこれでいこう。あ、光ってる。怒り猿欲しかった。さあなんだ？この光り方は何だろう。やだ、いらん。ほっこり猿の方がよかった。まあこんな感じですね、今回は。はい。さあ、それじゃあね、デッキ作っていこうかな。その前に、ゲットチャレンジ見とこう。ここで、なんかいいのあったらいいけど。フーディン、ラプラス。欲しいっちゃ欲しいけど。狙ってるやつじゃない。ミュウツー。いらん。まあ、特になかったですね。さあ、デッキ作っていきましょう。不思議花。ね、編成する。まあ、エリック。入れる。あとはどれでいくか。これイベントでくれるやつだよね。ニシン、風起こし、バタフリー。せっかくあるんだったらこっちで行こうか。キャタピートランセル。バタフリーどうやろ。キャタピーどっちが強いやろな、俺。いやー、いらんか。こんな感じで組んでみたけど、これでやってみるか。
チュリネ2枚とドレディア2枚、あと不思議だね、不思議そう、不思議マナ2枚ずつ、傷薬、スピーダー、モンスターボールに、博士の研究にエリカと、めっちゃ回復するデッキ。環境デッキと戦えるんでしょうか。先行どうしようかな、こういくか、一気に、あ、こいつ出せんわ、種じゃなかった、うん、マジか。さあ、2枚引きます。おぉ、辛い。ニャースも出てきた。毒か。いや、厄介よ。とりあえず種が来た。まあ、これで割っときましょう。不思議そう、来てほしいね、早く。いや、まあ割と痛い。さあ、とりあえずデッキ圧縮しとこう。さあ、傷薬、さあ進化させていく、さあ鶴の道しばいていく、さあ毒か、さあ不思議そうになった、葉っぱ張った。
さあ、毒ガス痛いな。まあ、とりあえずエリカで回復しつつ、しばいていく。非常に回復がね、多いね。水槽でどこまで行けるか。デッキ何枚？あと7枚中2枚が不思議だな。さあ、毒になってしまった。さあ、これ30。おお、不思議まで来た。さあ、こっからよ。まあ、普通に傷薬使ってもいいか。ライフガンガン回復。さあ、さらに回復。もはや毒は効かん。今日ってなんだ。あ、ハンドに戻すか。あ、それは特にもう関係ないかな。また復活してきよった。毒くらっでもって感じだな、こうなるとな。次の不思議花も育てておきたいね。もうそのサポートも2枚しかないからね。あ、でもその動き強いな。死なないのか。また次のターン110でも復活してくる。その動き厄介だ。まあ、じゃあまあ普通に回復もできるし、まあ気にせずゴリゴリいく。あと4枚。4分の1で不思議そう。
さあ不思議そうきましたね。さあやっと一体倒した。まあ、そして次の不思議花もねもう控えてるんで、特に強いね。1ポイントも取られずにいけんじゃないか。強制的に入れ替えられる。まあ、しかし、ね、少し戦限りは問題がない。火花みたいはエグいな。追い払われても全然痛くない。N4 のか、不思議花入れ替わるか。いや、僕と相性いいね。大対戦ありがとうございました。勝利。まあ、もう一回行きますか。不思議種がいないのか。まあまあ、わっ、ラプラス怖い。さあ、その研究、不思議種が来ない。怖いな。霞で秒殺されたら嫌だ。やばい、これは負けたかな。2つ表になったら終わり。何が起こらんかどうだった。よし、不思議だね。これでなんとかなるか。
ラプラス巡り合いできるかな。そいつも回復か。水素。サビークサプライ。水素にエネを乗っけていきます。これはきつい。めちゃくちゃ痛いんやけど。逃げんとしゃあないよ。さあ逃げる。不思議花。リーフサッカお互い回復するかな。80はやばいよ。さあさすがに逃げよう。さあ不思議花。さあジャイアントブルー、さあ2ポイント取った。さあこっから殴り合いで勝てるかどうかですね。行きましたね。はい、対戦ありがとうございました。いや強いな。環境デッキを粉砕した。いや、なかなか良かった。まあ、この、チュリね、ドレディアの枠はちょっと検討かな。エリカ入ったことで、すごいタフなデッキになりましたね。もともと不思議花のこの EX 一番最初に手に入って、このデッキ使ってたんですけど、エリカを持ってなかったんで、まあ、そんなに、なんか勝率は良くなかったんですけど、エリカ来ると勝率上がりますね。タフになる。いいですね。まあ、あとは本当このポケモンの枠をまたなんか調整していきたいな。はい。まあそんな感じで。
まあ、今日はもう、デッキ作ってデッキ紹介みたいな感じですね。はい。またね、明日、明後日ぐらいに、アリーナ新カード実装されると思うんで、また MTG の方もね、やっていきますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。